深夜、おはようございます。おードイン、ドイン、こちら何かありますかね。ドイン、お腹すいた、朝ごはん食べよう。みなさん、マレーシア楽しんでますか？どうですか？楽しんでますか？みんな日本か？あー、日本寒そう、寒そう。どうも。あのね、昨日お兄ちゃんの結婚式やった。なんかまあ、オーストラリアでも結婚式もやったんで、今回は結婚式というより、その実際の結婚式じゃなくて、それ以外の宴とかいろいろやってて、で、お兄ちゃんの嫁、ジョーシーという人なんだけど、多分お父さんはマレーシアの人で、奥さんは中国人かな、わからんけど、まあ、もうマレーシアの文化と中国の文化、半分半分入ってるみたいで、ジョーシーも英語、ジョーシーは中国語もマレーシア語も喋れるし、だから昨日は文化の、なんて言うんだ、儀式、その式、昨日やってた。面白かった、面白かった。なんかまあ、昨日インスタに上げたその青のあるかこれ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 昨日これを着てめっちゃチャイニーズっぽいの着て明日の8時半ぐらいに向かいが来て俺とお兄ちゃんともう2人の家族の関係の男性たちがいて揃って4人で同じ服着てサングラスかけて女子の家に迎えに行った明日の8時半にで着いた途端にすごい花火が上げたなんか空に向けて発生するやつじゃなくてなんかパチ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 みたいな花火があってめっちゃうるさくてでみんな降りてで家は3階建てで3階の用意してある部屋に女子がなんか綺麗な化粧とか服着て待ってたでうちら男性4人はその部屋にたどり着くことは任務みたいな感じでで家の門の前に来て女子の妹たちとかいとこたちが立って入れてくれないその門を入れてくれるためになんか赤い封筒にこれだこういう赤いフードに1000円ずつとか2000円ずつぐらいお金が入っててでこれをお兄ちゃんがたくさん持ってってでこれ結構その家族の妹さんとかいとことかに出さないと家の門にすら入れてくれないで入ったらゲームが始まるなんか愛の試練みたいなやつでなんかいろんなことさせられてそれやっとできたらなんか女子の部屋まで進んでいけるような感じでなんかまずはめっちゃ辛い麺食べさせられたなんか他の俺とお兄ちゃんともう二人の男性はマレーシアの人だったからもう辛いのが平気で辛い麺出されてそっちの方が全部食べられそうだったからああラッキーやなーと思ったんだけどでも俺のなんか力になりたくてなんか伝ってみてるだけじゃ俺ダメやなと思ってちょっと俺も食うぞみたいな感じちょっと俺も食うぞみたいなこと言って麺食べたらもう喉痛かったもう辛かっためっちゃ辛かったもうちょっとしか食べてないのにゴードはもうなんかアウトみたいな感じででもその後になんかすごいしょっぱいものとかすごく甘いものを食べさせられてその後になんだなんかヨガみたいな変な体勢にさせられてそういうやつを乗り越えてやっと家に入って3階まで上がってそれでお兄ちゃんはなんか女子についての質問5つぐらいあってそれを全部正しく答えなければまた赤い封筒それ全部正しく答えないとまた赤い封筒その妹さんたちにあげなくちゃいけないでそれ頑張って終わって部屋に入ったら女性3人が
ベッドに揃って座って、お兄ちゃんはあの目隠しつけて、この文化も日本にもあったっけ、お嫁ともう二人の女性の手みんな触ってみて、自分のお嫁はどれかあの確かめる、なんか当ててみるみたいな感じで、でお兄ちゃんはなんかあの女性の手分かってたみたいで、触ったらあこれ女性やなみたいな感じだったから、それは良かった。その後になんかティーセレモニーがあって、家族とか親戚みんななんか席2つあって、みんななんか両親から始まって、みんな2人ずつそこに座って、お兄ちゃんがみんなにお茶飲ませる、そしてお兄ちゃんと女子はみんなにお金あげる、またこの赤い封筒でお金渡す、みんなに大変やなと思って、俺もお金もらった、しかも女子のお母さんにもお金もらった、俺何もお金持っていかんかったけどいいのかな。お兄ちゃんと女子はみんなにお茶を飲まして、その後にお兄ちゃんと女子が座って、みんなが来て飲ませる、また結構お茶飲むなと思って、そして俺はホテルに帰ってお昼寝したんだけど、女子とかなんかまた決勝とかで大変だった、なぜならその夜に宴がありました。で宴は400人とか 何百人も来た、そして会場はもうでかくて広くてすごく綺麗なとこだった。そして入ったらなんか花たくさんついてるもんがあって、家族たちみんなそれを くぐって VIP なんかど真ん中の席があった、家族だけの席があって、そこに行って座ってご飯食べるみたいな感じだった。そして素敵なご飯が来て、みんな食べたり飲んだりして、途中でそのみんなで乾杯することになって、うちらロビンソン家と女子の家族もみんなであのステージに上がって、でその前になんかシャンパン開けて、女子とお兄ちゃんはなんかこうやって飲んでた、わかる？これ腕でね、こうやって2人で飲んで、 でその時にそのシャン入ってるシャンパン全部飲まないとなんか運が悪くなるみたいなあの文化で、こうやって一気飲みした。でそしてうちら全員、その後に家族うちら全員ステージに上がって、みんなそのシャンパン渡されてあの乾杯することになった。でなんかお兄ちゃんと女子になんか息飲みしないとなんか運悪くなるような文化だから全部飲んでねみたいなこと言われて、ああ分かったよって乾杯して、俺とお父さんとお母さんとお兄ちゃんと女子は息飲みした、シャンパン、結局シャンパンじゃなくてなんかリンゴサイダーみたいなあのお酒入ってないやつだったからもう飲みやすかったけど、一気飲みして、でもそれ違うらしくて、その後に何回も乾杯するつもりだったから、その MC にめっちゃ言われた。なんかそんなに飲みたいのかみたいなこと言われて、またわざわざ新しい飲み物持ってきてもらって、2回目の乾杯する前にその MC に全部飲んじゃダメだからみたいなすごく言われてて、いやだから俺言われた通りにしたいだけなんだけどみたいな感じだ、なんか一瞬腹立った気がするんだけど、まあまあまあ、 あのただの誤解よね。なんかそれから俺なんか酔っ払い扱いされた気がする、パーティーで。俺昨日一切飲んでないからね、先一切飲んでないのに、その後になんかあの親戚の上司の親戚のおばさんになんか酔っ払ってるか、をやっぱ酔っ払ってるよみたいなこと言われて、ゴードはいや今日運転だから飲んでないよ、ああ酔っ払ってるねみたいな風にされて、まあいいけどもうこんなでかくてすごく豪華な会場でもうご飯食べるのは楽しかったけど、ちょっとつかみたいとこがあった、つかみたいとこはあったね。これはなんかマレーシアがダメだとかなんかそういうじゃなくて、まあ、あの日本に住んでた人として、オーストラリア育ちの人として、いやそこちょっとおかしいだろって思ってしまうとこがあったから突っ込みたい。全然マレーシアなんか攻めてるわけじゃない、全然いい国で楽しんでるからね。すごく綺麗な会場で、すごいなんか花とかたくさんあって綺麗なセッティングにされてたんだけど、ご飯とか飲み物持ってくる人たちはまず一生なかった。
もうみんな適当な服着てて、しかもなんかおばあさんがなんかデニムのスカート着て、飲み物なんかビールとか持ってきて飲むかおいみたいな感じだったしそしてワイングラスがあって、最初になんかちょっと喉乾いたからお茶くださいみたいに言って、ワイングラスにお茶入れて、あのお父さんもお茶もらって、その後にお父さんはワインを頼んだら、そのワインをなんかビールが書いてある小さなコップに入れて持ってきた。いやいや、それは ワインはワイングラスでしょ、ビールはビールって書いてあるやつに入れるんやろうみたいな思ったんだけど、まあまあ、まあ、そしてお母さんも喉乾いて水飲みたいって言ったら、お湯が出てきた。もうめっちゃ熱いお湯が出てきて、お母さんはなんかちょっと冷えた水でもいいんですかみたいな普通は冷えた水持ってくるんでしょうと思ったんだけどね、普通のとこだったら全然いいけど、なんかせっかく周りがこんな豪華な感じだったから、あのちょっとギャップ感があったそこは。でも楽しかった。でも一番すごかったのは、一番すごかったのは朝から夜まで4人のカメラマンは必死動画とあの写真撮ってた。もうお兄ちゃんと女子はどこに行っても4人がなんか回ってる写真とか動画もちゃんと撮ってる。しかもめっちゃいいカメラ持って、ステービライザーとかあの持ってって全部撮ってた。それ欲しいなと思って、そしてなんかあとでその動画とかも編集してくれるらしくて、俺には2人ぐらいいたら助かるなと思って、もう YouTube がめっちゃやりやすくなる。だって俺が日なんか俺一日適当に過ごせばたくさんの映像が残って、しかも編集もしてくれるから YouTuber としての生活はだいぶ楽になるんやなと思った。あー、まあそれはマレーシアでの中国風の結婚の祝いでした。でも面白くていい経験になった。で、今日の動画はこんな感じで、ちょっとお腹空いたから今からご飯食べに行くで。みんな、またね。